それでは配信を始めたいと思います。視聴者さん0人ですが、一人で自己紹介します。どうもっちりこんにちは、さくらもちのゆりです。さくらもちのもちたんとピンク髪のエルフっ子、元気が取り柄のあダメだ、いいや。人が来たら、人が来てくれたら、ちょっとストーリーやろうかなって思ってます。それまでは何かをのんびりやる。誰も来なかったら2回やって終わりっていうね。待って、音どうなんだろう、聞いてみよう。あ、大丈夫そう。わからんけど、何なんだろう。大丈夫なんかな、音。まあいっか。なんとかなるさ。ヒット。なんとか。なる。人が来るまで日課をやります。もう一回挨拶間違えたか、もう一回やろうかな。今日のじゃアーカイブの残し方が分かんないから、録画して動画にしてあげようと思ってます思ってます。2回だっけ。やば、重っ。びっくりするくらい重いけど大丈夫そう。配信できんのかな。まあってね。まあまあ大丈夫だろう。テストが来たら、ちょっと待って、コメントをさ、どうやって、スマホで見ろってことですよね。ちょっと待って。よいしょ。ちょっと、あんまり、うまそうだから、たくさんやっちゃう。けど、なんとか頑張ってる。頑張れー、いいの、パソコン頑張れー。あ、そうだ、定型作ったこれを読めばいいんだね。そう、もっちり、さくらもちのもち担当、ゆりです。よかったらゆっくりしていってね。コメントも大歓迎だよー。これを切り取って動画を作ります。はい、ということで、あ、そうだ、みんなにフラクロの紹介をしてないから、ちょっと紹介をしつつ人が来るのを待とうと思います。これは殲滅戦、合ってたっけ名前ってやつで、弱いので私フルに入らないんですけども、これね、このあのね、モンスターみたいな敵を倒すと素材がもらえて、その素材がね、キャラクターの強化に必要なので、これは割日課ってやつですね。ゲームをやってる人は分かると思うんですけど、あの1日ごとに毎日クリアするべきコンテンツって感じですね。で、これあの通信で他の人と一緒にやるコンテンツなんですけど、私はお友達フレンドさんを AI で借りてやります。自分はちょっと弱いのであまり見せたくないんですけれども、ちょっと装備をちょっとね、付け替えさせていただきます。あちょ。よし。料理あったかな。料理食べるとね、それぞれなんかいろいろステータスが上がるやつがあるの。あるの。それね、私これはこれ、このテクノベルモスのその何なんだっけ、書く素材の名前。なんか素材がたくさん獲得できる料理を
食い散らかしてフェロモスに挑みたいと思います。はい、一人でテンションが高いです。ちょっとね、疲れちゃった時って一周回ってテンション上がっちゃう時あるじゃん。それ状態ですね。さあ取り替えますよ。でこれ仲間が AI だとね、1人3つ3ターン分使えるんで、ターンなのか、ターンじゃないか、ターンは1ターンだもんね。これでこれでえい、ちょっとよ、ちょっとなるべくちょっと多めにこのターン、多分これはどう、これね、今ねその敵がね、なんか興味ねえよって思うかもしれないけど説明するわ。敵がね、あの遠距離攻撃が届かない状態なの。あ、届かない状態なの。だから近距離攻撃しか当たりません。なのでこの回避されちゃいます、されちゃってますって感じです。おい、まあまあここで耐えて、私ともさ、なんかさ、いつも多分これで倒してくれたと思うので、ちょっとエリザベスの必殺貯めたいので使いますね。出して、さすがにミリオダス2枚で倒してくれると思う。ありがとう。でこれ心臓がさ、左上にさ3ってあるじゃん。こいつフェーズ123まであるので、今フェーズ1倒したから次フェーズ2になる。やおう、コンユニ、ちょっと待って、コンユニって言ってくれてた。待って、コンゴリじゃん。ちょっと待って、これさ、私こっち側からですとね、あの見てくれてる人の名前がちょっと分かんなくて、誰なんか、なんか誰かにゴリラって言われてないか、もしかして、もしかしなくてもゴリラって言われてますね。コンゴリです、ちょ、コンゴリですじゃねえわ、コンユリです。トイレだよ、おい、トイレ。ゴリラをここまで引きずってくるんじゃない、私がゴリラってことがバレちまうだろ。コンユリです。どもちりん、宝持ちのもちさんとピンク髪エルフっ子、かわいいかわいい言っちゃうだよ。ゴリラの様子とか1ミリも近いよ。あ、ごめん、スキップしちゃった、必殺見たかった。必殺技っていうのがありました。あ、てかトイレだったらわかるか、え、そうそうそう、 PC 画面になるとなんかさ、すごいよ、横長になるんだよね。おもろくない？ちょっとね、見にくい、見にくい、まだなんか相手がこれだからいいんだけど、 PVP とかするとさ、相手が小さすぎて、何のキャラかお前わかんねえよって時がありまして、死ね、はい、困ってまんですよ。彼の向かいに焼き貫かれてる。ブリだって半分認めた？いや、認めてないです。ちょっと待って、私これコメント画面にもしかしていけるのかな。これか、チャット画面にすれば、いや、ゴリラって認めてないよ、全然認めてない、全然、全然カワチーエルコだけど、何かカワチー、カワチーエルフだけど、何か、え、私はゴリラじゃないよって感じですね。はいはい、ちょまちょまこんな感じですわよ。え、待って、あ、待って、分かったかも、こうやってやればいいんだね。あ、こうやってやったら、なるほどなるほど、スマホの画面でチェックすれば誰がコメントしてくれてるかわかるわ。
トイレだ。ヤタガラ、あ、ヤタガラス、ヤタガラス、ついつもありがとう。てくれて。ゴリラだって半分認めた。いや、認めてない。ゴリラまだ認めてないので、使用禁止ですよ、皆様。ゴリラ使用禁止ですからね。お願いしますね。今日は一、あ、そうだ、じゃあ、みんな来てくれたからさ、あの、私さ、今日さ、今日あのイベントストーリーみたいなのクリアしようかなと思って、イベントストーリーやりながら雑談しようかなと思ってるので、ちょっと待ちよ、時間制限あるからさあるやん、時間制限。私はこのディアンヌをさ手に入れてからというものを、このディアンヌをどうしても使いたくて、そんなに強くないとしても、と、なんと言われようと、使っていくスタイルで生きております。ちょっと料理食べよう。多分ある。多分あると思う。あった。魔人の木？木なんだ。なんでそんな悪っちゃうんですか？あちょ、あちょ、あちょ！危ない！ミスった。オッケーオッケー、行こう。レッツゴー。レッツゴー、レッツゴー。一応私さ、定期作ってから定期流すわ。ちょうど、この、このね、ゴリラを消す。ドラクロ最近サボってる？やろうやろう、はい、やろうぜ、始めよう、今だよ、今しかない、今しかないかは知らんけど、今がチャンス、一緒にやろう、今やろう。めちゃくちゃ重いんだよなパソコン、スマホだと結構スイスイ行くんだけどね。でもスマホだと YouTube の動画にするときに縦長、ちょっと画面ちっちゃくなっちゃって編集しにくいからさ。やるわ、やってくれたまえ、たくさんやるんだ。フレンドなったっけ、フレンドなってくれや、フレンドコード送っといてくれや、頼むよ。おうおうおう、それがさ、まあ、次で通せるじゃん、ちょっと待ってよ、ね、いらないいらない、もうディアンのこれがさ、バフかかってないとあんまり強くないからさ、これゴーゼルのランクアップフード来たし、送ったくわ、ありがとう、サンキューベリーマッチョ、マッチョ、マッチョ、誰がマッチョだって、これはどう、クレイジープロミネンス、プロミネンス、もう1個知らないんだよね、なんだっけこれ、なんて作品のキャラクターだっけ、名前忘れちゃった、 何さん、何くんだ、よしよしよし、いいですわよ、本当好きですわ、邪魔します、え、ちょっと今思ったんだけどさ、この現地の魔人の持ってるこの剣、
か横向いた時一瞬ハートにハートに見えちゃったんだけど、やだ私だっけ。でもいいやちょあ、無色転生だ、そうだそうだ、無色転生のルーデウスグレイラットくん、グレイラットさん、そうなんですね、ありがとうございます。そうだ、ルーデウス、このルーデウスさんできるのかな。ルーデウスさんが結構いろんなところで活躍できるキャラっぽいよね。なんかいろんなボスの攻略情報見てるとさ、あ、何このミリ残し、やだ、なんでよ、ちょ死なないんでみんな、あーやめてやめて死んじゃう。まあこれで終わりですよという感じですね。あ、さよなら、さよなら、キップしちゃうよ、勝ちましたということでね、お待たせいたしました。ストーリー、イベントストーリーをちょっと一緒に攻略してくれませんか、私と皆様、いいですか。今日ね、ちょうどね、グラクロやってる人来てくれてるっぽいんで、キャラクターかわいいねみたいなオタトークしながらやろうぜ、頼むわ。でそのために生きてるから、忘れないうちにさ、いい、町に買い物行かないから、ちょっとこれだけ許して、ありがとうございます。ということで、あ、ちょ待って、これ全然撮ってないけどさ、何？どれおすすめ？これもうさ、これにしちゃおうかな。これ時間ごとのずっと消費していくって感じなの？これこの後は。そういう感じ？こんな感じで撮ったんだけどさ、これ。こんな感じですか。あ、プレデル長い。あー、めっちゃあるかも。なんかちょくちょく最近よくアップデート要求されるからたくさんあるかもしれない。あ、これ使えばよかった。今失敗しちゃったね。使ってからやるべきだったということですね。ということですね。で、えい、ひな祭り、これちょっと皆様一緒にやりましょう。何も言わずイベントスタートしちゃった。ごめんそう。ネタバレでごめんそう。あ、ネタバレ、ネタバレ。ちょっとネタバレ嫌な人逃げて。ネタバレなのかわかんないけど。イベントストーリーまだ自分でクリアしたいよって人、ちょっと見ないで。全然読んでなかった。ひな祭りをするのかな、みんなで。とても素敵なお祭りだと思います。ふん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 、もちろんだ。まずはひな人形っていう名前のに、あ、そして甘いお菓子とお酒をみんなに食べながら子供たちの成長を願うとのこと。あ、そうなんだ、甘いお菓子。ああ、ひなあられとか。そのためにあるんだ。なるほどね。そうだった。それは知らなかった。甘いお菓子とお酒、飲んだり食べたり、やったことないやん。やり、全然ランクだったな、ほんと？嘘。ランク？ランク103。まだ103だけど。ちょっとね、ちょっと離れてた時期が長いので、今何段目まで、ランク何まで上げれるんだろうね。ランク上げとかは特にしてないんだけど、追いつくために
めちゃくちゃ集会とかしたからちょっと上がっちゃった。多分やってた頃は一応最高ランクまで行ってたから、やってた頃の時代の最高ランクは行ってたから、そんな上げる、ここまで上がるのそんなに大変じゃない感じかな、感じだったからね。ランクね、ランクって上げた方がいいのかな、どうなの。オリジナルクで笑った。ランクなんて関係ないさ。いやむしろそっからじゃん、そこにいるってことは伸びしろがでかくてめちゃくちゃ楽しむ要素がたくさんある。これはメインクリアしていけばいいんだね。ちょ私さ、ケチ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 ババア、ババアっていうのやだな、ケチだからさ。さ、レベル上げながらやっていい？そうかな、どっちの方が楽かね。ちょっとさ、ごめんね、ちょっとごめん、ごめんねってか、うん、これでいくわ。うんうん、赤色は魔除けの力を持つと言われてるから、ひな壇のあれに使われてるの。え、知らなかった。お、キング、キング出てきた、かわいい。今の限界多分、あ、120か、あ、じゃあまだ結構あるね。そんなすぐバンバン上がらないもんね、こう、もうこのランクだと。てか中間できるほどさ、あの AP ポーションがなくて、全然20個くらいしか今ないから、あんまりね、日課を終わらせてプラスの頑張りはね最近してないんですよね。もうなんか昔はさ、昔はもう AP ポーションなんてめちゃくちゃあまりに余ってたからさ、最初復帰した時、まあなんかバカしか使ってたらさ、え、ないってなってでしたよね。あ、全体攻撃、あ、それでそれ単体だよね。そっか、うん、やったので、ちょっと最近ね、今ランクバチバチ上がるほどできてないんですけど、何やるのが一番すぐ上がるんだろう。どういう経験値ってどういう割合で配られてんだろう。あのさ、ロキシーがさ、ロキシーのビジュめっちゃいいなって思ってて、だからかわいい、この顔にかわいいっていうのはかわいいじゃん。もうなんか騎士感、じゃあこれ言っていいのかな、あんま公共の場で言わない方がいい気がするわ、公共の場で言わない方がいい気がするんだけどさ、私に、あ、ちょっと待って、ストーリー見てなかった。あ、ちょ、あ、布は完成したよって感じかな、全然聞いてなかったね。さて聞いてなかったよ。ちょっと桃の花を、あ、飾る桃の花を手に入れるそうですね、次は。なるほど、桃の花を手に入れるんだ。あ、まだ言ってなかった、タイトルで指してしまった。あ、ね、この人出てきたの、かわいいね、リオンの願いの木の花がブリタニアだと、異国の国のあの桃の木に似てるそうですね。花が満開になった時ピークだから、まだ開いてないつもりの方だ。なるほど、でも、うーん、うーん、あ、一緒に行くの、
よ。これか、願いの木。あ、なんかおみくじみたいなものが結んでありますね。守ってるわけじゃないよね。あ、倒すの申し訳なくなっちゃうけど、それだと。経験値、基本は、あ、なるほど、 AP を使った分量が経験値としてもらえるんだ、基本的に。確かにそうっぽいかも、うん、それなりとは、あ、なるほど、1回30はもらえる。あ、そうなんだ、なるほどね。じゃあフリーステージとかでやるより、あ、でもそんなにボーナスってな、4回消費するっけ。じゃあソルガルスの方が効率はいいのかな。じゃあ、あ、じゃあ全体攻撃ないので、一体ずつ皆さんには殴り殺して、あ、レドセル殴り殺せるのかな。一人だけ弱いんですけども、レベル上げしてる中で弱いんですけど、はい、無理だったらね、次のターンで、あ、大丈夫そうですね。そうそう、ちょっとさ、動画やっそうなの。ちょっと待って、私今動画ガチャ引いた動画作ってるからさ、あんま使うべきじゃなかったんだけどさ、先に水着リュドシエルが出まして、出たんですよ。あ、うん、で動画を頑張って作ってるので、あんまネタバレをしたくないんですけど、出ちゃいまして。いや、さあ、今私めちゃくちゃ魔獣戦に使えるキャラがいなくて困ってるからさ、魔獣戦の攻略パーティー見ながら、あーあーって思ってたんだけど、出ましたと思って、まあ女神族全然持ってないからあれなんですけど、やばい、全然またストーリー聞いてなかった、全然見てなかった、全然見てなかった。え、そうそうなの。夏バージョンのリュドシエルが出たの。これあれだよね、あの魔獣戦に特化してるっぽいよね。え、もうそう、なんか強いらしいという噂を聞いて、もうね、一人でテンションがね、爆上がりしておりました。まあ、水着しかも可愛いしね。めっちゃ良くない？マジでね、ちょ、ガチャ動画マジで早く、ちょっと頑張って作って早く出すわ。ちょっとみんなに見てほしい、見てほしい。私の今回のガチャの筆記を見てほしい、見てほしいわ。これ一体打って。じゃあ全体と。えい。まあいいや、あ、終わりか、終わりだった。こういう時に蹴ってたからさ、ルールさ、なんかこうやって蹴ってたからさ、てか足りなくて、あの強化素材が、なんて名前か忘れちゃった、足りなくてね、強化素材が、もうこうするしかこうするしかないの、中途半端なレベルで止まってます。なんで、何人もごめんな、強化してあげれなくて、すまんな、本当に。私もね、みんなのこと強くしたいっていう風に思ってんだよ。なんかいろんなパーティーでさ、戦いたいじゃん、やりたいじゃん。
フレームグラインダーだそうです。この何つの災いの方のストーリーはちょっと私のことあんまりよく分かってないけど、この前箱編みたいなのを見れるイベントが来てたじゃん。あれでイベントじゃないか、あれストーリー、サブストーリーか。でこのロキシーの過去は見てね、あこういう感じだったんだってか、なんか思ったよりストーリーを結構考えてらっしゃるのねって思って。まあでも自分キャラ揃ってないけど、まあ、人生全部クリア。え、それが羨ましい。ごめん、壊れちゃった。羨ましいんだけど、マジでクリアして、マジアンズマジテンパりすぎて噛んでおります。魔獣戦全部クリアできるんでしょ。私できなくて、え、ちょ、後でやる。もうバチボコにボコされるんだけど、どうしたらいいの。もう勝てないの、勝てなくて、あの鳥さんの一番下のレベルしか勝ってない、本当に。だからさ、全然集まらないのね、素材が。悲しい。悲しいよ。家には。負けてんな、負け。生物作り切ったの？え、もうどういうこと作り切ったって。やりすぎじゃない？なんでそんなに？え？すご。すごすぎる。私もめっちゃ欲しい。もうね、もう課金するしか方法がないのよ、強くなるために。だってさ、まずキャラがいない。え、てか全然ストーリー見てないけど大丈夫そう、これストーリー全然見てないけど、もう話わかんない。とりあえず酒を取りに行く。酒を取りに行くの？なんか酒みたいな風に言ってたよね。てん聞いてなかった。キャラによるけど、うん、そうですね。自分はエアールのエリザベス使った全部新たな冒険だっけ、あれ。私さ、エラールって何何レアって読むの。あ、待って、分かった。え、もしかしてレジェンドレア。めっちゃひらめいたんだけど、レジェンドレア。エラールに進化できるエリザベスをね、持ってなくて、私持ってないんですよ。え、あれ、あのエリザベスって結局結構普通にみんな持ってる感じのキャラですか？持ってて当たり前みたいな感じですか？私なくて、そう育てようと思ったんだよ。育てようと思ったら、いないですね。はい、いなかったです。あれ、どこで手に入るエリザベスちゃんですか？あれは常駐のガチャにはいない感じですか、あのエリザベスちゃんは。もうね、笑ったね、その時。エリザベスなんていっぱいいるから持ってるやろうと思ったら、持ってない、全然エリザベスいなかった。エリザベスがいないとなると、私はどうやって戦えばいいんだろう。本当に適正キャラがいなくて、マジでね。やばい、また聞いてないうちにさ、バンが出てきてるんですけど。死なないうちにバン出てきちゃったよ。ちょっとどうする、みんな。全然話わかんない。おい、ホークどこ行くんだ。どこ、なんとかなんだろう、なんとかなんだろう。こないだ年末の、え、私さ、聞いて、復帰し
帰、年末くらいに復帰したんだけど、復帰したてで続けるかも見て、で年末のガチャ引いてないんだよね。年始のガチャからなんだよね。ガチャ動画見てもらえればわかるように、年始からなんですよ引いたの。だから年末のあの強いエリザベスちゃんも持ってないし、だからそのLR に進化できるエリザベスちゃんも持ってないし、エリーいねえぞと、エリーがいません、はい終わりましたみたいな。やっぱさ年末のガチャが一番良かったの、あれがさ。しか私は金をつぎ込んで、まあ、ジンをメリオダスを金をつぎ込んで手に入れて、まあ、なんとかなんとかね、なんとかって感じなんですけど、そう、魔人をメリオダスのおかげでメインストーリーが進められて魔人王戦ができた。魔人王戦やるまでのさ、やばい、おしゃべりしてて全然やってなかった。あのおしゃべりしててじゃねえや、なんだっけ、そう、魔人王戦に行くまでにさ、メインのメインストーリーがさ強すぎてさ、魔人王が、魔人王と私何だ、原初の魔人に苦戦したかな。でさ、もう本当に辛かったね。メインストーリーは私まだ完クリできてないんですけど、倒せなくて。うん。あ、じゃあアルベド、え、そう、アルベド持ってないよ。その、私、オバロ好きなのね。オバロ好きなの。知ってたらやってた。で知らなくて、コラボの時やってないから、コラボ終わったからだね、全然復帰したの。本当に12月のギリギリくらいだから全然持ってないです。もう私はオーバーロードの推しキャラはシャルティアなんですけど、アルベドもね可愛いよね。あと私はメイドちゃんたちが好き。メイドちゃんにさ、あの私と同じ名前のユリさんっているじゃないですか。強くて美しい女性はとても良いですよね。はい、皆さんもオーバーロードは見たことありますか？おもろいですよあれ。私もね、あの原作勢じゃなくてアニメを昔に見たっていう感じなので、あまね、あま熱くは語るべきではないんですけれども、とても面白いです。はい、そう、小説読んでないから何とも言えないけど、アニメ結構できいいんじゃないですか勝手に、うん、小説読んでないんで分かんないですけど。ねえ、アルベド本当にバッコンなんだよ。そう、私もなんかもう不明、そう、マジでアルベドちゃんがさ復活することってさあるの？コラボキャラがさガチャで復刻することってさ今まであったっけ？なんか一応コラボキャラは手に入れとけみたいな風潮あるじゃん。ない。あいつさえいれば魔獣神の鳥と鹿はクリアか。え、そうなの？私鹿さんに勝てない。鳥も一番下しか勝てないもう無理だ。アルベド欲しいね。なんか何かの手違いでさ私の元に来ないかな。何かの手違いで。何かの手違いで好きになってくれないかな。あれ、ホーク死ぬよ。気づいたらみんなホークが死にそう。いつの間に？ホークどうした？ホークこのまま倒れたまま終わった。
進撃の巨人の復刻来たんだ。進撃のさキャラちょいちょい使ってる人見るわ。あのあれ TikTok の動画とかでね。あとあれ PVP か。私 PVP 全然上がれなくて弱いとこにいるからあれなんですけど、多分コンピューター多分コンピューターなんだよね私の相手。まだもうダメ、全然環境についていけない。そもそもやってた全盛期ですら別にすごい上にいたわけじゃないからさ、無理よ。じゃあ復刻来るのかな。持ってる人からしたらさ、他の人も強いキャラ手に入れちゃうからさ、来るなーって感じなの。そうなの、そういう感じ。あれって何、その進撃の巨人はさ、みんなからの願いみたいなのが強くて復刻したのかな。運営さんにさ愛のメッセージを送りまくったらさ復刻してくれんのかな。クラクロの運営さんってさ何考えてると思う。金のことしか考えてないと思う。それとも私たちプレイヤーのさ楽しみのこと考えてくれてると思う。それ次第でさラブレターに何を書き込むかが変わってくるよね。どういう風にさメッセージを送ればさ運営さんの心に刺さるかな。小賢しいのでそういうことを考えております。どん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 進めていこう。え、あとで魔獣戦やったらアドバイスできるかも。マッチありがとう。え、やる。でもさマジでさ、あ、じゃ今日はちょっと時間ちょ、ま、今日はちょっと時間がないから次回の配信で、え、次回の配信魔獣戦でもいいですか。え、大丈夫、アンチ湧かないっていうくらい私弱いんだけど大丈夫かな。ちょ、アンチ沸かせないでね、みんな。アンチ連れてこないで、みんな。アドバイスしてくれる人だけ求むって感じでちょっと やろう。ゆりとくでしかないけど大丈夫そう、その配信。なんかさ魔獣戦もさ、魔獣戦だっけ、あってるよね、魔獣戦もさ殲滅戦みたいにさ仲間と一緒にクリアする方式だったらさ、みんなに助けてもらえ、みんなに助けてもらえるようにね、みんなに助けてもらえ、キャリーしてもらおうとしてますけど、でも一人じゃないと逆に難易度アップする場合もあるのか。リアルタイムでマッチできなかったらさ AI だとさすがに辛いよね。札管理とかさいろいろあるから。さてさてさて、お次は何をすればいいんだ。お、この人形パラディアンヌ、ノリノリなの、かわいいね。ディアンヌ、私の推しはディアンヌです。かわいい。ちなみに、まあ、あの7つの滞在は箱推しみたいなもんなんですけど、何の箱推しって言われると、もちろん滞在メンバーも好きだし、エリザベスも好きだし、ホークも好きだよ、だしリオネスのみんなも好きだし、7つの滞在箱推し、7つの滞在という作品箱推しみたいな。あ、でも別に好きじゃない人もいるな、誰がとかは言わないけど好きじゃない人もいるわ。ちょい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 ガチャ引きながら私毒吐いてる時あるわ。別に好きじゃないとか言ってね、失礼なんてね、その人のことだってね、好きな人がいるのにね勝手に
私は好きじゃないとか言ってね、冷たい対応を取るのは違うよね。全員に平等に。あ、なあ、なにこの、ちょっとよく見たらちょっと雲で気持ち悪くなんねん。え、なんかさ、ちょっとさ、みんなさ、みんな共感してくれると思うんだけどさ、バッタのバッタキモくない？バッタってあれ魔人だっけ？バッタ、あの煉獄にいるバッタがキモすぎて。だってあれさ、食ったよね、あの子たち。だったよね、なんかこいつらを倒して取って食うぞみたいな感じなかったっけ、バッタのところ。キモすぎてさ、なんか漫画で読んでたらそうでもなかったんだけど、なんか実際にこのグラクロのグラフィックでヌルヌル動いてるバッタをちょっと近距離で見たら気持ち悪すぎて、バッタなのか分かんないけどね、バッタのようなもの。バッタのような、なんて名前だったっけな、忘れちゃった。え、今イベントボスで来てるの？ちょっと待って、私さ、このアップデートしてから全然内容チェックしてなくて。あ、ストーリー出たんだ。あ、ストーリーやろうみたいな感じで始めちゃったんだけど、ボス出たのか。そっか。え、ちょチェックしに行く？ちょっと待って、イベント、ちょっと待って、これさ、たくさんある感じなの？これ。あ、待って、そう。あ、イベントボス変わったんだ。あ、私まだ途中。あ、よかった、ホークちゃん消えちゃったのかと思った。あ、そこ、え、そう。え、やんだけど。ねえ、マジで？なんかキモ。え、キモ？キモない？ちょ、待って、ちょ、見せらんないわ、みんなに。キモすぎて。ちょっと、え、これだよ、みんな。これこれですか？キモない？ちょっとやめて、このムキムキバッタ。ムキムキバッタ嫌なんだけど、戦いたくないもんだって、本当に。え、やだ、こいつも。ほんなに報酬が別ってこと？煉獄の在来種。なるほど。あー、やんないとだね。え、ウィッシュキー全然手に入らなくない？こういうとこでやるしかないの？あ、これも、あ、取らないとなんだ。あー、取らないとだね。あ、そう、あ、そうだったの。うキモ、無理だわ。しかもさ、ちょっと見て、ちょ、みんな耐えて。1,2,3,4,5,8 パックやん、タイズーと一緒や。みんな知ってた？タイズーも8パックなんよ。この前気づいた、私。横に友達がいる状態で引いたんだけど、ガチャをね。タイズーめっちゃ出てくるじゃん、普通のあの R キャラの銀コインのタイズーが出てくるじゃん。友達が、あ、8パック出たとか言い出して、8パックなんかタイズーがちょ気に入ったらしくてね、友達が。美女が気に入ったのか何が気に入ったか知らんけど、まあ、美女かな、まあ、美女が気に入ったらしくて、タイズー出るためにさ数えてんだけどさ、8パックってことに気づいて、友達が。皆さんもよかったらタイズーの腹筋の胃の数、パックの数を数えて。あ、そう、ちょっと、あ、そう、え、てか長くね、イベントどうする、今日終わる、今日終わるの。私1時間くらいでさ終わろうかと思ってたんだけども、じゃあやりますか。あ、そのバッタは女神か人間族な、2ターンで終わる。あ、本当、
ロキシー、私さ、なんかそういうさ種族で揃えられるほどキャラがさ全然いなくて、私人間パーティーできんのかな。あの女神族は、いやもう言いたい、でもガチャの内容のさネタバレになっちゃう、ネタバレになっちゃうって言ってる時点で大体何が出たかお察しだと思うんだけどさ、ちょっと待って、ちょっと考える一回、どうしよう。あ、何、知らないうちに笑ってんだけど、かわいいね、何、かわいいんだけど、かわいいんだけど、何、何の話。みんなで3人でこっそりさ私のことのけものして、何の話してんの。ちょっと、人間パーティーだとちなみにどういう構成でやってるか教えてください。攻略サイトを見るのをサボろうとしてる人です。どうもこんにちは、ゆりです。あ、そうケーキ流すわ、いっか、ケーキ流さなくても、君たちしかいないわ多分。うん、見てくれてんの、ずっと見てくれてありがとね。あ、なんか、あ、来た。あ、てめえらが来んのかい。思うんだけどさ、グラクロって虫苦手な人無理じゃね。私前ラジオでも話したと思うけどさ、相方のロメンちゃんがさ本当にめちゃくちゃ虫無理なんだよ。絶対ロメンちゃんにさ、あのバッタの画面とか見せたらさ、あの画面ぶち割られると思うぶち割られると思うんだよね、普通に。それともあれなのかな、ちょっとリアルじゃないから別に大丈夫なのかな。ちょっと見せてみる、賭けで。私のパソコンとスマホが折れるかもしんないというリスクあるけど。朝飯前だ。これなんかイベントのなんかもらえるの？あ、これから後であのフリーステージを回る感じのやつですか、これもしかして。あ、かわいい、待って、かわいいんだけど、めっちゃこれ欲しいね、人形かわいい、めっちゃ。めっちゃかわいいんだけど、綺麗だねお店。でこ、ちょっと待って、桃の木でかくない、なんだっけ、願いの木でかすぎやろ。あ、バン、ロキシー、エスカノール、エレン。あ、エレンになったけれども、エレンくんの代わりはエレンくんいないわ。やっぱ進撃キャラが強いんですか、ですかとか言って。これからもずっと、何聞いてなかった、これからもずっと。あ、終わった、もしかして。あ、イベントは終わりか。ほんで、フリーステージを今後クリアしていく感じですかね。どういう感じですか。どういう感じですか。何も話聞いてなくて何も分かんなかったんですけど、とりあえず終わりました、皆さん。ただいま終わったよ、多分。うん、多分終わった。多分ね。なんかイベントアイテム落ちてたから、なんかあるよねあるよね。
新旧アナウンサーでもいい。あ、なるほど、なるほどです、承知。あ、じゃあ新しく手に入れる甲斐があるね。すぐに使えるもんね。すぐに使えるかはちょっと育て方次第だな。うん、まあ、とりあえずそれでいけると。ありがとうございます。あ、じゃあそれでちょっと後でやっときますわ。やっときますわ。エスカノール目めっちゃ綺麗だね。めっちゃキラキラしてたわ。エスカノールはいいよな、みんな。ほんとエスカノール好きだよ、めっちゃかっけえもん。で、私最近鋼の錬金術師のアニメを見てるんですけど、あ、おそらく皆さんに教えていただいた情報によると、私が見てるのは古い方の、あの Q って呼ばれてる方なんですけど、の方をこう見ちゃったんですよ。見てるんですけども、あのアームストロングがもうどうもちょっとエスカノールにちょいちょい見えてしょうがないというか。いや、アームストロングはいいやつだよな。うん、アームストロングはいいやつだよ。エスカノールもいいやつじゃん。あ、なんかおる。そういう感じで、すぐひな壇に集めてひな壇を完成してください。教えてよ、そういうのは。言ってたんかな、ごめん、見落としてただけだったら。ごめん、ちゃんと聞いてなくて。なるほどね、これを集めてくださいだって。わかりました。と、じゃあ集めますか。今日本当、私ツイッチの配信全然したことないから、人来てくれないかなって思ったんだけど、人来てくれてめっちゃよかった。ありがとう、みんな本当にありがとう。今日は1時間くらいで終わる予定なので、ケーキ流してもよ、終わる予定なので、もうそろそろ終わっちゃうんだけど、もうそろそろ終わっちゃうんですけれども、本当にありがとうっていう感じですね。待って、ちょっと見る、ちょっと見るって言っても、待ってね、見てほしいんだけど、今持ってるキャラを見てほしいんだけど、そうすると何のキャラを持ってるかバレるじゃん。ということは、まだ未公開のガチャを引いた動画ので何が出たかさ、ネタバレになっちゃうじゃん。だから私はガチャ動画を出したくて、ちょ、市場で申し訳ない、あの YouTube の方に出したいので、そっちをちょっぱやで完成させて、みんなにちょっと見てもらおうかなって思いますわ。それでよろしいですか、皆さん。いいですか、じゃあ。よろしいでしょうか、それで。そちらで。そちらの方向性で、ね、行かせていただきたいです。なので、気づいたら60分止まってんだけど。なのでちょっと今回は待ってもらって、頑張って動画を完成させるので、そしたらいろいろアドバイスをしてほしいなと思います。よろしくお願いします。これさ、ビンゴいつも思うんだけど、めちゃくちゃ数字さ同じのがめっちゃ出ない？こういう感じ、こんな引いてさ、これだけ出ないのよ。ほんでさ、次行くとさ、かわいいイラスト、ほら、こういう感じ、めっちゃ被ってるみたいな。あ、そうでもないか。あー、やっぱ被ってるよね。あ、やばいわこれ。いらんよ、お前13、13だけそんないらんよ。うん、もう多分いつもの感じで行くと、どうせチケット余るので引いちゃうね。お疲れ様、また配信ありがとうね。やったガラス、ずっとコメントしていろいろ教えてくれたりとかして、ありがとう。また遊びに来てね、マジでありがとうすぎる、めっちゃ。あと、あの普通にさっき言ったことを真に受けて、私はアドバイスしてもらえると勝手に思っているので、はい、やりますからね。
配信で悲惨な魔人戦をお見せしますので、皆さんにはそれの見守りをしていただいて、私にあのアーダコーダアーダコーダなるほどね、アーダコーダ言っていただいて、私が成長していくということをしましょう。約束です。はい、約束しました。今約束したので、絶対にみんなはしないといけません。させてください。優しすぎる、優しすぎる人いた、ここに。では、ありがとう。あ、メリオダス引っかかっちゃった。これパソコンで操作するのめっちゃむずくて、これがこうやって操作するのがむずくてさ、私的にあのただのマウスでやってるから、あのゲーム用の何使いやすいさマウスとかじゃないのよ。さ、メシメシじゃないのよ。ということで、ひひ本日の配信を終わりたいと思います。みんな見てくれてありがとうございます。終わります。それではまたね。おつりー。